ペテロからの手紙、その一。第一章。イエス・キリストの首都ペテロから、エルサレムを追われて、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地方に散らされたユダヤ人クリスチャンの皆さんへ。父なる神は、ずっと昔からあなた方を選び、ご自分の子供にしようと決めておられました。 そして、精霊が働いて、あなた方の心は、イエス・キリストの血によって清められ、神に喜ばれるものへと変わったのです。どうか、神があなた方を祝福し、すべての不安と恐れから解放してくださいますように。主イエス・キリストの父なる神こそ、すべての賞賛を受けるにふさわしい方です。私たちは、 神の計り知れない憐れみによって、新しく生まれ変わる特権を与えられ、神の家族の一員として迎えられたのです。そればかりか、キリストが死者の中から復活してくださったことにより、私たちは永遠の命の希望に溢れています。神はご自分の子供たちのために、朽ちることも消えることもない資産を約束してくださいました。 それは、あなた方のために天に蓄えられているのです。神の超自然的な力によって、あなた方は間違いなく守られ、やがて来る終わりの日に用意されている救いをいただくのです。ですから、心から喜びなさい。今しばらくの間、地上での苦しい試練が続きますが、行く手には素晴らしい喜びが待っているからです。 これらの試練はあなた方の信仰をテストするためにあるのです。それによって信仰がどれほど強く純粋であるかを図られます。それはちょうど金が火によって精錬され不純物が取り除かれるのに似ています。しかも神にとってはあなた方の信仰は金よりはるかにたっといものです。ですから、 信仰が火のような試練のるつぼの中で鍛えられ、なお強くされるなら、あなた方はイエス・キリストが再び来られる日に、多くの称賛と栄光と名誉とを受けることになるでしょう。あなた方はイエス・キリストを見たことがないのに愛しており、今見ていないのに信じています。そして天からの 言葉に表せない栄光に満ちた喜びに浸っているのです。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。この救いについては昔の預言者も完全に知っていたわけではありません。救いの予言はしましたが、それが実際には何を意味しているのか自分でもよくわからなかったのです。 心の中のキリストの御霊が何を語っておられるのか理解していませんでした。精霊はやがてキリストの身に降りかかる苦難と、それに続く大きな栄光とを書き留めるように命じられたのです。彼らは一体それがいつ誰に実現するのか知りませんでした。彼らはこれらが自分たちの時代にではなく、ずっと後に すなわち今の時代に実現することを知らされました。そして今ついにこの福音は私たち主を信じる者全員にはっきり告げ知らされたのです。これは預言者に語られた時と同様天から使わされた精霊の力によって伝えられたのでした。それは天使でさえ知りたいと願ったことでした。そういうわけですから あなた方はこれまで以上の恵みを期待して、イエス・キリストが再び来られる時を真剣に身を包んでひたすら待ち望みなさい。あなた方は神の子供なのですから、神に従いなさい。何も知らず欲望のままに生きた昔の生活に舞い戻ってはいけません。かえってあなた方を招いてくださった清い神にならい、 あらゆる点で清いものとされなさい。主自ら、私は清いものであるから、あなた方も清くなければならない、と言われました。あなた方が祈りを捧げる天の父なる神は、人の行いをすべて正しく公平に裁かれます。ですから、天に行くその日まで、主を恐れ、慎み深く生活しなさい。神は、 あなた方の先祖が天国への道を外れ、虚しい努力を重ねてきた生き方から、あなた方を救い出すために身の代金を払ってくださいました。それは金や銀のような朽ちるものではなく、一点の罪も染みもない神の子羊、キリストのたっと一によって支払われたのです。神はこのために世の始まる前から、 キリストを選んでおられました。そしてこの終わりの時代にあなた方への祝福としてキリストを使わされたのです。ですからキリストを死から復活させ栄光をお与えになった神を信じましょう。あなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。キリストを信じたあなた方は魂を清められ、 誰をも真実に愛することができるのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方の新しい命は、両親から受けたやがて朽ち果てる命ではなく、朽ちることのない命です。この命はいつまでも変わらずに生きて働く神の言葉によるのです。生まれながらの古い命は枯れてしまう草のようです。どんな栄誉も、 やがてはしぼみ、散っていく花と同じです。しかし、主の言葉はいつまでも変わることがありません。これこそ、あなた方に述べ伝えられた福音の言葉です。2> 第二章。ですから、悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を捨てなさい。すでに主の恵みと慈しみを経験したのですから、 父を求める赤ん坊のように、熱心に御言葉を求めなさい。主、キリストに近づきなさい。主が土台石となり、神はその上に神の家をお立てになるのです。人々は主を拒みましたが、神は主を最も重要な存在として選ばれたのです。あなた方も神の家を建て上げるための生ける土台石となりなさい。そして、 聖なる祭祀としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる備え物を神に捧げなさい。聖書にこう書いてあります。見よ、私は一つの石をたっとい土台石とするために選び、使わした。彼に信頼する者は決して失望しない。キリストは信じる者にとって何よりもたっとい方ですが、 キリストを拒む者にとっては、つまずきの石、妨げの岩となりました。家を建てる者たちの捨てた石が、なくてはならない土台石となった、とある通りです。彼らのつまずきの原因は、神の言葉に耳を傾けず、従おうとしないことですが、そうなるように定められてもいたのです。しかし、あなた方はそうではありません。あなた方は、 神から選ばれた王なる祭司であり、清い民として神のものとされた人たちです。それはすべて、どうして自分が暗闇から神の驚くべき光へと招き入れられたかを人々に語り伝えるためなのです。あなた方は、以前は全くなきに等しいものでしたが、今は神のものとされています。以前は神の慈しみから遠いものでしたが、 今では神の慈しみによって変えられました。愛する皆さん、この地上ではあなた方は旅人であり、一時の滞在者に過ぎないのですから、あなた方の魂に戦いを挑む、この世の快楽から遠ざかりなさい。異教徒の中で立派に振る舞いなさい。そうすれば、今はあなた方を疑いの目で見たり、非難したりしていても、 やがてキリストが来られるときには、あなた方の立派な行いを認めて、彼らは神を褒めたたえるようになるでしょう。主のために国家の定めたすべての制度に従いなさい。この世の主権者である王が定めたものであっても、王の任命した総督が定めたものであっても従うべきです。彼らは悪いものを罰し、正しいものに栄誉を与えるからです。 というのは、善を行って、愚かな人の無知の口を封じることは、神の望まれることだからです。あなた方は、この世から解放された自由人です。しかし、それを好き勝手なことをするためにではなく、ただ神に従うことに用いなさい。誰であっても尊敬しなさい。お互いに深く愛し合いなさい。神を恐れ、王をたっ飛びなさい。 召使いは主人を尊敬し、従いなさい。善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人にも従いなさい。不当な罰を受けても耐えるなら、神に喜ばれます。自分が悪いことをして受けた罰を、どんなに我慢しても、何の誉れにもなりません。しかし、正しいことをしたばかりに苦しみを受け、それを耐え忍ぶのは、 神に喜ばれることです。この苦しみは神が与えてくださった務めでもあるのです。あなた方のために苦しまれたキリストが見習うべき模範となられました。この方について行きなさい。キリストは一度も罪を犯したり、偽りを語ったりなさいませんでした。侮辱されても苦しめられても報復をせず、 公平に裁かれる神にご自分をお任せになりました。キリストは私たちの罪をその身によって十字架上で死んでくださいました。そのおかげで私たちは罪から離れ正しい生活を始めることができたのです。キリストが傷つくことによって私たちの傷は癒されました。あなた方は 神から離れて迷子の羊のようにさまよっていましたが、今はどんな敵の攻撃からも魂を安全に守ってくださる羊飼いである方のもとに帰ったのです。第三章。妻は夫に従いなさい。たとえ今は主の言葉に耳を傾けようとしない夫であっても、あなた方の敬虔な態度に打たれて、 やがて信仰を持つようになるためです。神を敬う生活は、どんな言葉よりも影響力があります。宝石や贅沢な着物や、綺麗な髪型で外見を美しく見せようとするよりも、むしろ優しく穏やかな心の持ち主となり、いつまでも色あせない魅力で、自分の内面を美しく飾りなさい。これこそ、 神の目に価値あるものです。昔の敬虔な女性たちも、このような美しさを身につけ、夫に従っていたのです。例えば、サラは、夫アブラハムを主と呼んで、彼に従いました。このサラに見習いなさい。そうすれば、サラの信仰を受け継ぎ、正しい行いをすることになるのです。同じように夫も、 妻を心にかけなさい。女性が男性よりも弱いものであることを意識していたわりなさい。神の祝福は妻と共に受け継ぐべきものだと心得なさい。もし妻に対する態度が誤っていれば、あなた方の祈りはなしいものとなります。あなた方一同に言います。家族の一員としてお互いに思いやり、 優しい心と謙遜な思いで愛し合いなさい。人からの悪意に報復するのはやめなさい。侮辱されたからと言って、口汚く罵り返してはいけません。かえって、その人のために神の祝福を祈りなさい。あなた方は神の祝福を分け合うものとされているのです。幸福な生涯を送りたいなら、舌を抑えて、 唇から嘘が出ないようにしなさい。悪から遠ざかって善を行いなさい。平和を追い求めて手に入れなさい。主は常に自分の子供たちを守り、その祈りに耳を傾けてくださいます。しかし、悪を働く者には主の厳しい顔が向けられているのです。善を行いたいと願うあなた方に誰が害を加えるでしょう 仮にそのようなことがあっても幸いと思いなさい。神があなた方に報いてくださるからです。心を動揺させないで、ただ主キリストを信じなさい。もし誰かになぜキリストを信じるのかと尋ねられたら、いつでもその理由を話せるようにしておきなさい。ただし、穏やかに真摯な態度で説明すべきです。 そして、正しいことを行いなさい。そうすれば、悪者呼ばわりする人たちも、やがてあなた方の正しい生き方に気づいて、自分たちの行為を恥じるでしょう。いいですかあなた方が苦しむことが神の御心であれば、悪いことをして苦しみを受けるよりも、正しいことをして苦しみを受ける方が、はるかにいいのです。 キリストも苦しまれました。罪を犯したことのない方であったにもかかわらず、私たち罪人のために死なれたのです。それは、肉においては死んでも、霊においては生かされて、私たちを神のもとに導くためでした。そして、霊においてキリストは、囚われている霊を訪ね、神の言葉を伝えました。これらの霊とは、 昔のノアの時代の者たちを指します。彼らはノアが箱舟を作っている間、神が忍耐して待っておられたにもかかわらず、神の言葉を拒否しました。結局、わずか八人だけが箱舟の中で水を通って救われたのです。これはバプテスマを指し示しています。私たちの受けるバプテスマは、キリストの復活による 死と滅びからの救いを意味します。それは体の汚れを洗い清めるものではなく、神に立ち返った私たちの心が罪から清められるものです。今、キリストは天で神の右の座につき、すべての天使と天の軍勢を従えておられます。第四章。キリストは肉体に苦しみを受けられたのですから、 あなた方も、いつ苦しみにあっても良い心構えでいなさい。肉体に苦しみを受けても、神に従い通した人は、罪とはっきり手を切りました。こうしてあなた方は、残りの人生を、人間的な欲望の追求に費やすことなく、神の御心のままに生きるようになるのです。かつてあなた方は、異教徒が従うように、公職、肉欲 水種、遊興偶像礼拝にふけていました。もうそれで十分です。昔の仲間は、もうどんなに誘っても、あなた方が悪い遊びに応じないのを見て、随分驚き、また馬鹿にするかもしれません。しかし、覚えておきなさい。彼らは、生きている者と死んだ者すべてを裁かれる裁判官の前で、罪を問い立ただされることになるのです。 だからこそ、福音は洪水で滅ぼされた人々にも伝えられたのです。それは、たとえ肉体には死の罰が下されても、霊においては神に生かされるためでした。世の終わりが近づいています。ですから、分別を持ち、身を慎んで祈りなさい。何よりも、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの欠けた点を補うからです。 食べるものに困り、宿のない人がいたら、気持ちよく家に迎え入れてあげなさい。神はあなた方一人一人に賜物を与えておられます。それぞれに与えられた賜物によって、互いに助け合い、神からの溢れる恵みを他の人と分かち合いなさい。説教するために選ばれた人は、神があなたを通して、直にお語りになるように語りなさい。 人に奉仕するために選ばれた人は、神がくださる力に満たされて人々を助けなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して神が褒めたたえられるためです。どうか、栄光と力がいつまでもキリストにありますように。アーメン。愛する皆さん、炎のように燃え盛る試練に直面しても、慌てたり、 おじけづいたりしてはいけません。降りかかる試練は、決して思いがけないものでも、異常なものでもないからです。むしろ、その試練によって、キリストと苦しみを分かち合えるのですから、喜びなさい。やがてキリストの栄光が現れるとき、その栄光を共に受けて、素晴らしい喜びを味わうためです。もしクリスチャンであるばかりに、罵られ、 避難されるなら、あなた方は幸いです。神の御霊が一緒にいてくださるからです。誰も人殺しや盗みの罪に問われたり、問題を引き起こしたり、りに他人のことに首を突っ込んだりして、そのために苦しむことがないよう気をつけてください。そんなことが私の耳に入らないようにしてください。しかし、 クリスチャンだという理由で苦しみを受けるなら少しも恥じることはありません。それはキリストの家族の一員としてキリストの名で呼ばれる特権を受けた証拠ですから神を褒めたたえなさい。なぜなら裁きの時がすでに来ているからです。しかもその裁きは神の家から始まるのです。このようにクリスチャンの私たちでさえ裁かれるのなら 神に従わない人々には、どんなに恐ろしい運命が待ち受けていることでしょう。正しい人が過労じて救われるのであれば、神を信じない人々は、一体どんなことになるのでしょう。ですから、あなた方の今の苦しみが、神の御心に沿うものであるなら、なお続けて善を行いなさい。そして、あなた方を作られた神に、すべてをお任せしなさい。 神から見捨てられることは決してありません。第五章。そこで教会の長老たちに、私も同じ長老の職にある者として一言言っておきます。私はキリストの十字架上の死の目撃者として、また再び来られるキリストの栄光を共に受ける者として、ぜひとも次のことをお願いしたいのです。 神の羊の群れを養いなさい。いやいやながらではなく、喜んでその務めにあたりなさい。利益を求める気持ちからでなく、熱心に喜んで羊の群れを飼いなさい。支配的に振る舞わず、良い模範を示して、彼らを指導するよう心がけなさい。そうすれば、偉大な羊飼いであるキリストがおいでになるとき、 口ない栄光の冠を受けるのです。青年たちにも言います。長老たちの指導に従いなさい。皆謙遜になって互いに仕え合うべきです。神は高慢な者には敵対し、謙遜な者には恵みを与えられるからです。あなた方は神の力強い御手の下で自分を低くしていなさい。ちょうど良い時に、 神はあなた方を高く引き上げてくださるでしょう。重い煩いをすべて神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。最大の敵である悪魔の攻撃に備えて警戒しなさい。悪魔は飢えて吠えたけるライオンのように、引き裂くべき獲物を求めてうろつき回っているのです。信仰に固く立って、 悪魔の攻撃に立ち向かいなさい。ご存知のように、あらゆる地域のクリスチャンたちが同じ苦しみを通っているのです。キリストにあって溢れるほど恵みを注いでくださる神は、しばらくの苦しみの後であなた方に永遠の栄光を与えてくださいます。神ご自身があなた方を力づけ、しっかり立たせ、強めてくださいます。 どうか、神のご支配が永遠にありますように。アーメン。この手紙を筆記してくれたのは、忠実な信仰の友、シルワのです。私は、この手紙があなた方を力づけるよう期待しています。なぜなら、ここに、どうすれば神の恵みをいただけるかを記したからです。この手紙が、 あなた方を神の愛のうちにしっかりと立たせるのに役立つと信じます。ローマにある教会がよろしくと言っています。我が子マルコもよろしくとのことです。互いに愛に満ちた挨拶を交わしなさい。キリストを信じる皆さんに平安がありますように。